いかがでしたでしょうかご覧いただいた映像の中にも登場しましたがスクエアエニックスさんの「ファイナルファンタジー14新生エオルゼア」これについては PS4 の発売日より PS4 版のベータテストを開始することが決定していますまた PS3 版を購入しお楽しみいただいているユーザーの皆様は PS4 版でのサービス開始後無償で PS4 版のプレイが可能になります FF14 は PS3 版が8月27日に発売されましたがすでに非常に多くのユーザーの皆さんで賑わっており記録的なアクセスが続いていると伺っていますまずは PS3 版でお楽しみいただき PS4 版のリリースを心待ちにしていただければと思います